えー、とりあえず、えー、とアーカイブのことを意識しながら今とりあえず今3本目撮ってますけども、えーっと,ねまあ、とりあえずあれですか都知事選だけ、えー、っと小池百合子3戦目、えー、になるんですか2年3回目か、えー、3期目に入っておりますとで今回はああと、まあ、小池さんあと蓮舫さん、えー、あと、まあ、あ石丸さん がまあ話題になってましたよとでえっと結果的にはえまあ一位小池、二位に島嶼、三位蓮舫っていうような確か並びだったかと思いますで一応あのなんていうんですかねえっとなんか中央選は左翼陣営が強いらしいんですよえっとだから蓮舫さんが結構票を取って たたた地域が多かったとか言ってたかっっと言てな確かで、えー、とそれ以外のところだとまあ、小池さんは1位なんですけどもあの2位で蓮舫、えー、さんよりも石丸さんの方が結構票を取ってる地域が多かったっていうようなことらしいんですね。えーまあ、で、まあ、そのことが結構蓮舫、あのー さんの陣営としては結構ショッキングな衝撃的だったらしいんですけどもね。えー、で一応もともとそもそもが言ってたのがその蓮舫さんは今回、えー、都知事選、えー、とだから参議院を辞めて、えー、都知事選出てその後まあ、えー、そこで都知事選で負けてしまっても。あ 衆議院の方に確か、うん、多分、多分、く返替えすのが、もう、も、えー、ともとの、えー、規定路線だというふうに、えー、とかっていうような話だったと思うんですけどもね、えー、また、あ、今回の結果を受けて、えーと、どうなんでしょう、まあ、ちょっとまあそのあ予定が少し。えーと 歪みみが生じたたかもしれないみたいないい話はちらっと聞きました、えー、とりあえず小池さんが参戦目、ね、えー、っとうーん何て言うんですかねえー、まあ私は応援したことはないんですけれどもえー、まあだからといってね今回ねえー、どこに投票誰に投票するかってね非常に、えー、迷いましたけれどもね、えー 誰に入れたんだっけあ,あまあ誰かには入れました。ちゃんと私は投票行きますんでね。えー、まあ誰かにものすごく期待し、えー、応援して、えー、投票したという感じではなかったんですけども、えー、投票自体はちゃんと行きました。えー、で、えー、とりあえず小池さんでねーいいのかという感じもしますけれどもでもまあ3戦目。えー まあ、わかりません。いずれにしても公約を何も今まで達成してきていないわけなので、えー、次のこの4年も、えーとなん、別に期待なんか持つわけないですけれども、<laughs> えー、まあ、だからといって、えっ、ー、と、うん、あんまりでもね、蓮舫さんにも石丸さんにもあんまりこう、 自分は心が動かなかなったんでね、えー、まあよくわからないんですけれどもまあでも東京都はとにかく <coughs>、まあ、今回でもなんか何な,なんでしょうかね消去法的に小池氏の参戦目が決まったというようなことなのかなという感じもしないでもないですまあとりあえず、えー、今年はこんな夏でしたということで、えー、今回はここまでですさようなら